エレナ、3号ペッツ、メッキン入れてないでしょ。あ、ごめんなさい。すぐにやります。まったく、気合入ってないんだから。負けて落ち込むのはわかるけど、早く立ち直ってちょうだい。局内全体の空気が沈んじゃって、嫌な感じよ。先生たちは？局長に呼ばれてます。あっちゃー。厳しいお話ね、きっと。病気に悩む人がいるなら与えてあげたい治療の光。事情ありの患者さんを凄腕ドクターが救ってみせます。 Wish come true Miracle Surgery。 その番組をよく見れますね、局長。私も見たいわけじゃないわ。でもテレビはつけておく必要があるの。テレビ対決で負けた件の訓告、それとも解雇通知で？保健福祉長官はお怒りらしいけど、それはどうしようもないわ。あなたたちは責められる理由のない見事なオペをしたんですもの。呼んだ理由はこれよ。手紙ですか？今時古風ですね。親愛なるカドケウスのみんな、ミラクルサージリー出演おめでとう。君たちがモニター向こうで活躍する姿は俺を奮い立たせた。だから今度は俺が出る番だと思っている。医師の見込み、それとも挑戦状？それだけなら愉快な手紙よ。最後まで読んで。君らが最初に知ったのはコンコルディアのケイル、爪で、前回メリーランドに届いたのがソーマ、体って名前のやつだ。今度はオープス、瞳をアメリカ中に見せてやる。楽しみに待っているといい。現代に現れた生命の奇跡、スティグマを。スティグマを知っている。守秘している内容に通じてるの、見過ごせなかったわ。こいつはスティグマを作っている本人だ。もしかするとウィルキンズ教授を襲った。ミラクルサージェリーには警告を出したけど聞く耳持たず。さあ、いよいよ病巣が出てきそうだぞ。違う、海洋じゃないぞ。なんだこれは。ここは超執刀で、ダメだ、追いつかない。スティグマだ、新種の。エロに向いて、いくら技があっても対処法を知らなくても。行きましょう、マーク。局長、テレビ局に連絡してスティグマ鎮静化と手術の中断指示を。エレナも連れてテレビ局まで飛びます。なんだ、なんだこの病巣は。女子と、女子と。レオ、レオ、イシケリ。もう、ダメだ。レオ、レオ。お前が倒れたら誰が死ぬぞ。カドケースよ、オペを引き継ぐわ。レオは超執刀の使いすぎで倒れたか。リミットを知らんやつだな。裏で介護してやれ。患者、回復の状態ですが、バイタルを保っています。スティグマ名称はオープス、瞳とかってことだったけど。瞳に似た形状の物体が確認されてます。機能は不明ですが。ドクターベルの手術から読み取れたことがあるか。コアについて注目すべき反応だ。どうやら何かしらエネルギーを得ると活性するようです。今までのスティグマには見られなかった特徴です。つまりコアを活性化させないこと、それが鍵になりそうね。さあ、突如現れたチームカドケウス、先日のリベンジを見事果たすのか、雪辱を晴らしてみせるのか。我々にできることはただ一つ、彼らが奇跡を起こすことを祈るのみです。雪辱でもリベンジでもない、患者がいたから来ただけだ。そう、これは私たちの使命。さあ、術式開始だ。我らがレオの無念を晴らすべく、チームカドケウスが執刀開始だ。さっきまであんなに揺れたいていたのに、
さすがプロね。未知のスピグマです。気をつけてください。これがオープス。構成組織は広範囲に侵襲してるけど、中心のコアを優先して除去するべき。それで問題ありません。そのまま続けてください。レーザー効果あります。引き続き照射を。先ほどより大きく焼却完了です。続けて処置をお願いします。おっと、ユキヤに何やら謎の腫瘍が出現したぞ。オープスの組織が一部腫瘍化しました。レーザーで焼却処理を。モニターの前のあなたも患者の無事を祈ってくれ。ダックシェット、目が分裂した。患者を助けることができて本当に良かったです。尊い命を救った英雄たちに惜しみない拍手を。おお、なんというミラクル。私たちは奇跡を目撃しました。今ここにチームカドケウスというニュースターが。マイク貸しなさい。皆さん、今日皆さんが見たのはスティグマという新しい難病です。超激症性の危険な病気で、そして謎に包まれています。でもカドケウスでは集中してその対策に当たっていたため、今日のように患者の生命を助けることができました。これは私たちカドケウスが研究をしてきた成果、いえ国民がこれまでカドケウスの活動に理解を示してくれた成果です。医療には2つの務めがあると思っています。1つは現在病気に苦しむ患者さんを助けること、そしてもう1つはまだ知られぬ病気へ準備することです。私たちはそのいつでも未来を向いて戦っています。バレリー、そろそろ閉めて。全ての医師は患者さんの病気との戦いを助けるためにあります。いつでもあなたの町のお医者さんに相談を、必要なら私たちにも。では皆さん、さようなら。これからもよろしく。あと、この番組は今週でおしまい。 See you。 こちらのミスター・ニルセンはフーマーニ社の社長よ。どうも、はじめまして。はじめまして、マイヒーローたち。ミラクルサージャリー見ましたよ。実によかった。あのスピーチには感銘いたしました。一医療人として。出演は本意ではなかったんですけど、シンシアにはいつもよくしてもらって、あとイザベラにも。いや、世話になってるのはこっちばかり。君たちの活躍のおかげでまたうちの商品の知名度が上がったよ。今日はもっといい商品の説明だ。いえいえ、今日はそういうのではありませんよ。金がね、みんなには僕から感謝を送りたいと思っていて、そこで皆さん、ホッケーはどうです？いい席が手に入るんです。寒いところは苦手ですか？
ローリー、ナイスセーブ。しかし攻め込まれてばかりだね。我がバスターズはアラスカ出身としてはフカックスの猛攻が楽しいかな、ボーン先生。出身だなんて、少し赴任してただけですよ。クラブケーキはどう、マーク。ここの名物よ。嬉しいけど遠慮しとくよ。あら、そう。それじゃあバレディとエレナに。ありがとう、イザベラ。いただくわ。美味しそうですね。どうも。皆さんはこちらに来る前はロスのコンコルディア病院でしたね。行方不明のウィルケンズ教授のことは心配でしょう。私たちは教授の失踪事件が原因でカドケウスに移ったわけですが、今日まで解決してないことは、その捜査の進展はどうなんですか。教授の失踪はスティグマ絡みだとみんなが。この間のテレビのスティグマ患者を予告したやつが怪しいわよね。誰なの、それ。今 FBI が追ってるけど何も分かってないわ。ひどく下品な文章で俺たちを挑発してた。ギャングでももっと上品な文章を書くだろう。ギャング、ええ、そんなやからと張り合うなんてな。ああ、またオフサイドだ。シンシア、スティグマ研究もしっかり協力してやってくれ。ええ、分かった。なんてひどいチャージだ。スティックが折れてる。誰だ、やられたのはハンマーか。うめいてますね。どうやら肘を壊してるな。これは放っておけないな。マーカス、バレリー、一緒に来てくれないか。どうしたの、ミスター・ニルさん。プロモーターは僕の友人なんだ。その彼に全米屈指の医師を紹介させてくれ。患者のガンダーソンさんですが、かなりの興奮状態ですね。全身麻酔か部分麻酔かは任せると言ってますけど。あれじゃむしろ麻酔が効くかが心配だな。それならこれを使ってくれないかい。我が社が新しく開発した強力な麻酔だよ。アレルギー反応や副作用も従来のものよりずっと小さい。治験中の麻酔とか。とんでもない、認可済みだよ。ただまだ使用例が少なく知名度も低くてね。こういう有名人の手術で使われてみんなが注目してくれればありがたい。では麻酔はそちらを。それで患者の状態ですが、肘の靭帯が断裂、そして上腕二頭筋にスティックが刺さってしまっています。試合で折れていたスティックの一部ね。靭帯の接合とスティックの除去が今回の手術の要項です。活躍を期待しているよ、マイヒーローたち。では始めようか。術式を開始します。先ほどの麻酔も順調に効いているようです。それでは外傷の処置から始めます。外傷の処置は終了したわ。次は切開して肘靭帯損傷の処置ね。靭帯は完全に断裂、スティックも随分深く刺さっている。貫通しているから抜くときは慎重にやらないと。靭帯の接合処置は、すべての切れた靭帯をピンセットでつないで最後にまとめた方法。この方法でお願いします。それでは、術式、この箇所に靭帯をすべてつなぎます。これで、昔のカメラを捕獲させないように、スティック兵の摘出処置はこれで終わりです。靭帯の接合処置も済んでいますね。患者の痙攣も収まっているようです。今のうちに並走処置に移りましょう。並走処置をしてまいりましょう。私の方から伝えておきます。後日詳細の報告が上がってくると思います。もしかして例の麻酔も。それではこれで手術を終了します。おっ、6ヶ月は見といた方がいいわね。かなりひどくやられてたから。トールザハンマーなら治りも早いでしょうけど。
6ヶ月も語り上がるのか。体にサビが出なきゃいいけど。体に違和感はありませんか。例えば麻酔のしびれが出てきた。ただね、まあ肘は怪我したところだ。それ以外は何ともないな。むしろすっきりしてる。すっきり？寝てる間にウッドマンをボコボコにしてやったよ。あの野郎、こんな目に遭わせやがって。次はリンクの上で決着をつけてやるからな。ニルセン社長に報告だね。しますね。常識を超えた興奮状態では十分に効かない可能性がある。